まあ、そこは札幌駅、朝ですね、朝6時台の札幌駅なんですけども、皆さんおはようございます。キクワです。本日は7パー休憩0番台の更新されたね、普通車に乗っていこうと思うんですけども、果たしてこの列車はちゃんと、更新されてますね。前面のライトがね、白くなってるということは、更新された車であります。この更新された7パー休憩0番台はですね、車内がなんか変わってるらしいんですよね。更新前の車と更新後の車だったら。なのでね、そういう面もね、ちゃんと紹介していければなと思います。本日乗るのは、上川と書かれたね、H104 だっけ、あってたわ。204、104の編成ですね。はい、というわけで本日も最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは乗っていきましょう。よいしょ。おお、ライラックだ。じゃあいいや、17AD。さあ、というわけで6時35分、旭川行きの始発の特急列車、特急ライラック1号が発車していきます。一応札幌行きの旭川行きの始発はですね、普通列車旭川行きというとんでもなくない長い普通列車なんですけども、でもね、このライラックが一番旭川に早く着くということでね、岩見沢でその普通列車に追いついちゃいます。35分の、ね、半でもね、ひっくり返しちゃうんですね。もうすごいですよね。この安定感のね、速さがあるからこそこのライラックを使うのはやめられないということで、まあ楽しんでいきたいと思います。それではまず車内放送を聞いていきましょう。離団から今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。特急ライラック1号旭川行きです。停車駅は岩見沢、リヴァイ、砂川、滝川、深川、終着、旭川です。列車は6両編成、前が1号車、後ろが6号車です。車内はすべて禁煙で、自由席は3号車、4号車、5号車、6号車です。トイレは1号車、4号車、6号車にあります。その他、車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。それでは目的地までごゆっくりお過ごしください。さて、内部運転場を見ていきましょう。26190番台の総理がいたりとかしましたね。おっと、あそこにノロッコラッセルがいます。そう、その数時間後ね、ちょっとノロッコラッセルのね、ある悲劇が起こるんですよね。それではその様子はこちらです。どうぞ。嘘でしょ。さあね、もうこんな感じでなんか取り逃してしまったんですけども、僕は1回目の取り逃しで、サカさんとドックさんは3回ぐらい取り逃してるそうで、まあね、そろそろちょっとちゃんと取ってみたいなという気持ちはあります。というわけで豊平川の橋梁を渡っていきました。更新車の、ね、中身を見る前にちょっとね、千歳線と分かれていく様子も見ていきましょう。この6時35分発の特急ライラックはですね、何も並走しないで単独で走っていくわけなんですけども、なかなかね、快適です。そして列車は江別駅を通過後、この千歳川のね、橋梁に渡っていきます。これ千歳川だっけ、千歳川だと思うんですけども、多分そうね。こっからですね、もう本当に町じゃなくなるというか、岩見沢まで何もないですから、豊幌とかね、もう幌森とか、まあ右側にあるんですけども。さあ、というわけで間もなく岩見沢ということでね、こんな感じでね、隣には室蘭本線と並走します。というわけで列車は札幌から25分かけまして、この岩見沢駅に到着します。向こう側にはですね、旭川を6時に出た特急ライラック4号がいます。ちなみに特急ライラック2号は旭川を5時18分に出て、札幌に6時43分に着くっていうね。このライラック1号が札幌6時35分発車というわけですからね、もうその発車して8分後にはもう札幌に着くっていう、もうすごいですよね。そう、あそこにいるキハ40がですね、札幌6時発車の923人の普通列車旭川行きとなっております。3名いたね。さて、更新された789系0番台のね、座席を見ていきましょう。色はこんな感じで濃い赤みたいな色ですね。基本的には更新前の座席と色だけ変わったって感じでしょうか。やっぱり使ってる年数が浅いからか、座席はちょっと固めの感じです。
背面テーブルはこんな感じ、パソコンも十分にね置けるような、大きさになっております。そしてこのね揺れた時に掴むところとか、荷物をかけるところとか、そして多いお茶もついています。車内の雰囲気はこんな感じで、やっぱり座席の色が統一されたからか落ち着いた雰囲気になっております。そしてリクライニングはこんぐらい倒れます。座席の間にはこうやってね肘掛けがついてたりとかね、すごい便利なものもねついたりして、こうやってねリクライニングのねこのボタンももちろんついてます。あの高専車に乗ってみてなんですけども、結構ねこれ快適ですね。あの普通のもう青緑のねシートも快適なんですけども、やっぱり赤いシートの方がねなんか快適のような気がします。青函特急時代のナンパー系には乗ったことないんですけども、このトンネルでなんか青函トンネル走ってるみたいな雰囲気をね味わえたらいいなとか思ったりします。そして今年のダイヤ改正で亡くなった井上駅を通過していきます。もう駅舎はねもう亡くなってました。さあこのトンネルをくぐれば旭川市内地に入ってきます。列車をそして近文駅を通過します。この駅を通過すると次に来る駅は旭川駅、終着旭川になっております。そして旭川を7時55分に出た特急ライラク10号とすれ違います。さあ来ました、石狩川を渡っていきます。特急宗谷号に乗るとですね石狩川を3回渡れますので、ぜひ皆さんね宗谷号にも乗ってみてください。宣伝だねこれ、うん。そして野球をしてる人たちをね右側にね見ながら列車は旭川駅に到着します。札幌を出て1時間25分旭川まであっという間の旅でした。本当に未更新か更新か来るかって本当にわからないんですけども、皆さんねぜひぜひあのこの更新車を狙ってね乗ってみてください。すごい快適です。さあというわけで旭川駅に着きました。赤色のね座席ねめっちゃ快適なんで、皆さんぜひ狙って乗ってみてください。というわけで本日のご視聴誠にありがとうございました。